ことらしいです。あ、そうですか。はい、いつ始まられた？始められた。私はよく知らないんですけど、うん、その、まあ戦前っていうよりは、もう、もっともっと昔、その、お嫁入り、はい、マリージパレード、はいあのお嫁にで、あのお嫁さんがお婿さんの お家に、うん、あのこういう長持ちっていうそのあのコンテナご縁が長持ち、はい、で、はい、ものあの、お嫁道具を入れてでその行列を模したものをそのお祝いとしてお祝い行列としてそのあのお祭りにしたのが長持ち行列。あはい、でだん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 こんな、うん、あの派手なものになったみたいですね。皆さんは何かをふんしてますか？あの、はい、キツネとか。ね、もともとはその、あの女の人が担いでるっていうのを、あのイメージしてだからそれに扮装して男衆が あのやるっていうだからこのお祭りにこのお祭りには、はい、あの女性が参加しないんです。ああじゃあ女装してます。女装です。あそうですか。綺麗ですね。はい。いやだけどあ前は女性がやってたの。で今は男ばっかりやってる。ああ、まあ、じゃあなんで女性が しなくなりました。あ戦争が終わって、っていうことですか。目を増やした女性が増えたから、ね。まあ、男が増えたから男が増えたからだ男が増えたあの戦争が終わって、ええ、男性がまた帰ってこられて戻ってきたからだと言われてます。そうですか、はいまあ、でも、ね、趣味のような気がするけど、うん、まあ今はね、ええ、今は趣味だいい趣味ですね。でもこうやって、はい、昔からのお祭りを、ええ、その守りましょうっていういうか復興させて、はい、でそのまあ町の中で、はい、その盛り上げましょうと、はい、町を楽しくしましょうっていうので、じゃあ一時期は途絶えてました。一時期途絶えてたらしいです。はい、だからそれを復興しましょうっていうのがあってやってるって聞きました ね。だから僕もこの数年なんです、うん、やってるのは、はい。まあ、誰でも参加できますか？もちろんです。どこで申し込めばいいですか？以前は宮野の公民館でしたっけ、以前はスペインの方も参加されてやってたんですけど帰られて その時なんかインターネットでその、うん、何ですかねその風俗文化みたいな形で紹介のビデオを作られてそのお祭りの準備とかも全部撮られたのを作って流されてましたよ。探せばもしかしたらまだあるかもしれませんね。 3年ぐらい前です。学生が来ないんですよね。学生さんも参加していただいてやってたりその夏のおみこしもあるじゃないですか、うん、あのそういうのも参加してもらって祇園祭。あ、そうですそうです。こちらも参加してもらってっていうのにできれば面白いかなと思いますけど ね。観光にもなりますしね。観光になりますね。ご主人乗ってる自転車は何ですか？フェルトだね、うん、フェルトですね、うん、僕はアンカーです。アンカー聞いたことありますより高いと思います。いやロープライス。そうですね、はい、種類によりますから。あの黒森鉄ですね。スティールフレーム。この